忍びの国は、和田流による日本の歴史小説、天章伊賀の乱を題材とした小説。2005年に忍者者の脚本を書いてほしいという依頼があり、執筆したシナリオを原案にして書かれたものである。そのシナリオは2017年にオリジナル脚本として出版された。2009年、第30回、吉川英治文学新人賞候補となった。同年、 坂のむつみの作画によりコミカライズされた同名作品がゲスさんにて連載された。2017年、嵐の王の里氏の主演で映画化された。執筆にあたっては、天正伊賀の乱を伊賀側の視点で記述された伊蘭記を中心に、伊勢側の視点で書かれた勢い衆軍記などの資料も参考にしている。天正四年、北畠信夫は、家臣の長野左京領、日置大前。 すんげさぶろうざとともに、岐阜で、元伊勢国士の北畠具教を打った。同じ頃、伊賀国では、国人の百地三代言うと、下山街の小銭合いの最中であり、是非との忍びと謳われる無門が会の次男である、ジロ兵イを打ち果たしていた。伊勢を落とした織田家と境を接することとなった伊賀は、表情の末に、織田家の軍門に下ることを決め、その決定を信夫に伝える使者として、 海の長男平兵衛が選ばれた。ジ郎兵衛が殺されても平然としている父に内心、反発していた平兵衛は、信夫に伊賀攻めを進言する。伊賀の出身で平兵衛と同様に、伊賀者を人間ではないと抱きしていた、サブロウザの進言もあって信夫は、伊賀攻めを決め、手がかりとして、伊賀の丸山城の再建を進めることにした。小田方から死者が来ると聞き、三代言うと、海は北曹江ム。 彼らの目的は、織田軍に勝ったという白をつけることで、下人たちの雇い口と収入を増やすことであり、平米の裏切りは二人の策だったのだ。信夫が抱える最大の戦力である大前は、九州である苦境を支持したことで信夫との間に異婚があり、また、伊賀の忍びを武士以下と見下していたため参戦を拒む。サブローザエモンは銭に目がなく情のない、伊賀者の修正を過信し、 小田方が教室した大金に、三代雄たちが飛びついたと思い込んでいた。これらのこともすべては、伊賀の忍びが得意中の得意とする心を読み操る、無門の一の席なる豪によるものであった。天正六年、計画通り小田方の資金で城を再建し、サブロウザが、伊賀者を城に閉じ込めて、攻めようという目論見みの上を行き、完成させたところで、三代雄は城を焼き払い、 織田方に通撃を与えた。天正7年、とうとう織田方が攻めてくるという。自衛のための戦なので世には出ないということに、下人たちは反発し、半数が調戦すると決めた。その状態では勝てるわけはなく、戦自体を止めるしかないと考えた無門は、織田方に、自家判に行くが、大前との談判はうまくいかず、たまる城に忍び込み、信夫の寝込みを襲うが失敗。 天津さえ不参戦を決め込んでいた大前に、無門の一の席を悟られ、信夫との不和を利用されていたことに気づいた大前は、信夫とは石参戦に転じてしまう。一万洋の軍勢での伊賀攻めが始まり、数の上でも、装備の上でも劣る上に、大前の豪遊も加わり、伊賀者は劣勢に立たされる。その頃他の下人と一緒に、伊賀を出ようとしていた無門は、 なぜ逃げねばならぬのかと不機嫌になるお国の様子を見て、思い直し、ひょんなことで入手した北畠家の家宝の茶入れ、なすを元手に、増票首には十分、兜首には十貫、信男が首には五千貫を払うと下人たちに伝え、形勢逆転を図る。線が出ると分かった下人たちの勢いは凄まじく、なりふり構わない戦いぶりに、織田軍は総崩れとなり、異性と敗走した。 たまる城に侵入して、信夫を撃とうとした無門だったが、平米に阻まれる。川という伊賀の決闘手段で平米を倒したが、決闘の前に平米が語った話で十二夜表情集への怒りを募らせていた無門は、信夫のことは一旦置いて伊賀に取って返した。そして十二夜表情集を球断し派を向けた。無門を撃ち取った者は生涯夫役を免じるという、 ゲジが出され、無門は下人たちに囲まれる。その時お国が無門をかばって、命を落とし、自らの愚かさに気づいた無門は、伊賀から姿を消した。三ンダの思惑通り、天下の織田軍に勝利したということで、下人の雇い口は、増え価値も高騰した。だが、それも長くは続かなかった。織田信長は、天正9年、4万4千余の軍勢で、伊賀に攻め寄せた。 伊賀社は、老若男女関係なく、打たれ、伊賀の国は壊滅。そこには、安土城の信長のもとへ、単身忍び入り、伊賀を滅ぼさねば、己の命はないと焚きつけた無門の策があった。2009年12月12日発行 ISBN 978から4から09から122108から72010年4月12日。 発行 ISBN978 から4から09から12237万から42010年9月10日発行 ISBN978 から4から09から122558万から02011年3月11日発行 ISBN978 から4から09から122739万から32017年6月17日 発行は SBN978 から4から09から127,723から7。忍びの国は2017年7月1日公開の日本の映画。中村義弘監督、主演は嵐の王の里氏で、撮影は2016年7月4日から9月25日にかけて行われた。原作小説の元になっている脚本は、 映像にすると3時間半から4時間分ぐらいのボリュームだったため、登場人物やシーンを整理して2時間分に収められた。忍びのアクションは日本古来のものをもとにしながらも、ジークンドをやかり、パルクールなど海外の武術やスポーツの要素も取り入れ、コミカルかつ自由さを感じられる撮り方に対して、小田軍は伝統的な盾をもとに時代劇の撮り方で重厚にと、 描き方を両軍で変えている。300手に及ぶアクションが続く決闘、川のシーンは、1日約12時間、3日間連続で、撮影された。平米役の鈴木は、約3ヶ月、無門役の大野も1ヶ月弱の練習期間を経て、川のシーンに臨んだ。アクションは、吹き替えのアクション部が準備されていたが、本人たちでほとんどができてしまい。 完成した映画に使われたアクション部の吹き替えカットは1、2カットのみだったという。2017年7月1日、全国333スクリーンで公開が開始された。公開初日には、東方シネマズ、六本木ヒルズにて初日舞台挨拶が行われ、その模様は全国169劇場に同時制中継された。7月2日には、東方シネマズ梅田にて、 公開記念舞台挨拶が7月17日には札幌シネマフロンティアにて大ヒット恒例舞台挨拶が行われた。また7月26日に新宿バルトナインにて忍ばないぜ、忍びの国無門応援上映が実施されたのを川切に全国47都道府県で応援上映が行われた。全国47都道府県で応援上映が実施された映画は 忍びの国が初めてである。2017年7月1日から2日の初日2日間で、公衆4億8500万円、動員40.5万人を記録。8月27日までで、工業収入23億4879万円、動員188.6万人となった。その後もロングラン公開が続き、 2017年末までの工業収入は25.1億円となった。2018年2月2日発売。発売元、販売元は TC エンタテインメント。ありがとうございます。